イカは種類によって旬の時期や味に特徴があり、様々な食べ方があるといいます。食用にできるイカは30種類ほどもあり、日本でおなじみのものだけでもスルメイカやアオリイカ、またヤリイカ、ホタルイカ、モンゴウイカなど、その種類はとても豊富です。その中でも今まさに旬なのがヤリイカです。ヤリイカは名前の通り先が尖って耳が大きくスマートなのが特徴です。肉は薄めですが、歯ごたえ、旨味、甘みなどのバランスが良く、非常に上品な味わいがあります。刺身や寿司ネタはもちろん、天ぷらや炒め物など何でも向くオールマイティなイカといえます。イカにはどんな栄養が含まれているんでしょうか。イカは高タンパクで低脂質です。タンパク質は骨や筋肉を作る重要な栄養素ですが、同じ高タンパクでも牛肉や豚肉などの肉類だと脂質も多くなりがちです。その点イカは低脂質なので、たくさん食べても肥満につながることが少ないのです。また体内の機能の働きを制御したり、肝臓の中性脂肪を排出する働きのあるタウリンも豊富です。女性に嬉しい美肌効果のあるコラーゲンもたくさん含まれています。コラーゲンなどのイカの栄養は調理法や食べる場所によって違いがあるそうです。イカにはコラーゲンが多いですが、その9割が皮に含まれています。このコラーゲンは牛肉などの動物性のものより吸収率が7割も高いので、皮は剥かずに調理して食べましょう。輪切りにすれば皮は気になりません。またカレー粉などに入っている香辛料のターメリックを加えて炒め物にすると、イカのタウリンとターメリックに含まれるクルクミンが肝機能の強化に相乗的に働く効果が期待できます。また肝を使う塩辛は、肝に含まれる酵母がビタミン A や亜鉛、鉄分などの有効成分を作り出すので、より栄養効果が高くなると言われています。美味しいばかりか、高タンパク低脂質で栄養も豊富なイカ、旬に合ったイカをいろいろなアレンジで食事に取り入れて美味しくいただきましょう。